皆さんこんにちは、バンドネオン奏者の三浦和馬です。いかがお過ごしでしょうか。この度新しい企画をコンサートというより、まあ、ライブというか、そんなことを開催する運びとなりました。タイトルがエレクトリックセクステッド、まあ、電子六重奏団というようなそんなタイトルですけれども、まあ、私はバンドネオン弾きとしてもうライフワークのようにアストルピア・ソラという作曲家のこう作品とこう向き合うということを続けてきたんですが、まあ、そんな私でも今回初挑戦となるのがこのピア・ソラが以前取り組んだ電子音楽というジャンルなんですね。実は皆さんご存知リベルタンゴという曲も実はこの時代に生まれた名曲で、その他、隠れた名曲たくさんあるんですけれども、これをこの度取り組んでみることとしました。まあ、ただ当時ピアソラ自身が結成していたその、電子音楽のそのバンドですね、全く同じ編成で同じようにやるということでもなくですね、またちょっと楽器編成なんかも、違うものにしてみたり、今をときめくスーパースターの皆様にご参加いただくんですけれども、ちょっとメンバーをご紹介すると、バイオリン石田さんですね、いつもお世話になっている石田康直さんを筆頭にですね、今回エレキピアノ、電子ピアノとして、曽根真央さん、エレキギター伊藤春俊さん、エレキベース小山直樹さん、そしてパーカッションに菅さん、そして私を加えたこの6人ですね、ライブを行います。8月13日はビルボードライブ大阪、翌日14日はビルボードライブ横浜で、はい、でこの今回の編成というのが普段私が演奏しているいわゆる五重奏金帝奏のいわばこう電子版、そこにまあパーカッションが入ったりするわけなんですが、だから普段弾いている曲も電子的なものにアップグレードするつもりだし、当時ピアソラが演奏していたこの電子楽団のための曲も再度ここで見つめ直してみるという、そんな企画コンセプトで聴いていただけたらいいなと思っております。まあ私自身も本当に初めて弾く曲なんかもあり楽しみにしているところです。ちなみにこのライブのためのスペシャルカクテルなんていうものも作られるそうです。ぜひ楽しみにしていてください。それでは、ビルボードライブ大阪横浜にてお待ちしております。